さあ、前回、楷書、書き込み式の、練習帳の中の、漢字の部分を使って、ペン字筆ペンの、今回、行書をやっていくんですけれども、この書き込み式の練習帳の中にはね、21日目、20日目、ここ4ページにわたって、行書の字がずらっと並んでます。それを、筆ペンで一回書いてみました。で、ポイントなんですけれども、こういう字どうするか、止める、こういったところを続ける、無理して全部を続けない、こう最後を続ける、こういったところを続ける、こういったところを続ける、こういったところを続ける、ここを続ける、少し小さく返す、ピタッと止めれば回収ですね。こうちょこっと小さく返せば、でこういったところを続ける、こういったところをそのまま動く、こう折り返す。こういった折り返しとか跳ね上げとかつながりとか。で、こういったところを続ける。ここは切っといて、で、こういったところを続ける。最後のところを往復でこう続けると。で、真下よりは少し右へ開くぐらい。で、こういったところを跳ね上げる。で、こういう点を打つときに最後に続けてにしてもいいですし、跳ね上げないで止めてもいいです。これでもいいですね。こういったところを続けると、でこう折り返すとか、払わずに点を打つとかということになってきます。例えば、点でも、で、こう止めて、左は払っといて、右は止める。とか、こうずっと切って、ここって、で、止めるとか、100点も、ここで、つなげる。で、気持ち、ここで、つなげる。で、こうくるって回して点を打つとか、ありの字はいろいろありましてね、ここをつなげるから始まって、ここもつなげる。で、さらにはだんだんもう草書に近くなってきますけど、完全な草書になればここまでになってしまいますけどね。こういう三の字なんかでも、こう折り返す。というようなね。まあ、生きても、こう三つ目、二つ目、三つ目つながったと、ここを切ってもいいですし、つなげてもいいですし、で、こう。で、草書になると、これ回して、これでおしまいになりますけどね。で、次行きましょう。これ、訳の草書です。行書を書いてみると、これが、草書になると、皮変もこれになるし、123でこうなります。で、これ、寺なんですけども、底辺に寺で持つ、これが草書になれば、これだけですね。で、これさっと全部横行ってから最後に立って、これがさらにこう回して横横という書き方もあれば、
こうして、もうこういう書き方もあります。でこれ源の字はで、これでも OK です。もうなんか書かないでというふうにやってみます。であとよく書く様をずっとつなげていっても OK ですし、これ総称になればもう回して、これでも様ですね。でこれは正の字青、これの総称体です。これこの部分と月 で書き順も変わります。で言って縦行ってから横横になります。で格の字もこれ乃木編の後に上の草冠の後、これ回して、これでも書く総称として使いますね。でこれは明るい目の字の総称、これは月の部分で、これは日の部分ですね。これを日で、これが段の字ですね。でこれは音の総称で、で暗いですね。で大変万の字ごとし、これは始めるで土編で、いやこれ地で白総称ですると鳴りの部分はこうなります。もう一回これ強調で書けばこう、これが総称になれば、こういったものも、よく使うので知っておくと楽ですよ。これですけれども、総称になればもうこれで。で、小里編で、これも4の字。というふうになっていきます。ということで、今どんどん来ていますけれども、今小里編まで着きました。で陰の字貝の字でこういったところも固く今返してますけれども、楽にこういうふうにしてもここもですね、くるって回すのも OK ですし、これ糸編が子供の子のようになります。これで紅の字ですね。で、これ順の字、糸編。これは訳です。糸編で、で、跳ねる。で、この足編なんですけれども、これが書き順が変わってきます。縦行って、で、縦、これがもっと早書きの形になると、もうこれですね。で、弓編は、こうずっと行ったり来たりですが、省略するともうここまでになります。旅こと。で、朱の字ですが、書き順が2通りあります。こう言って横を書いてからこうするのと、で例えばこれ独の字の旧字体ですけれども、もともとはこれで虫で、これがさらに省略されて
でもっと省略されてこれになりと。で今これ虫を描いてますけれども、この形を省略していくとこの形になっていきます。で毒の地ですね。で猫ですね。でこういったところを直線に持ってくるのか、例えばこう大きく曲線を使って丸くするのか。でこれ都の総称になるんですけれども、もうここの部分直接持ってってもいいですし、折り返しても OK で、影の字の総称なんですが、その手前の行書火書いて京の字書いて山作りで、この、点を3つという書き方もあります。縦行って横横で、山作りももうそのままつなげるのか、こううねらせるだけなのか。これあくびについてもこれ「ほする」という字ですけれども、「た」に書いて「あくび」、もう三作りなのにこれで「よく」です。で歌もですね、この中くるって回すということもあったりするんですけれども、もう点1個ぐらいでもうおしまい、まあ、古今和歌集で出てくる省略だともうこれ、何しろこれ単独で可能値だとこれも回してもこの程度でもこの程度でも、まあいろいろありますね。さあ先行きましょう。で富の字なんですけれど、ここ全部縦書いちゃって後へ つなげるという省略の仕方もあります。で中をこう横横でこうつなげるということもありますし、で質土を縦をいつ書くか、横横になるのか、横横になって点を打つのか。で縦行って横横で点なのか、あ、いろんな書き順あります。行書になってくるといかに早く書くかという形にどんどんなっていきます。で草がまりこういろいろパターン書いてありますけれども、こういう書き順ですとか、こういう書き順ですとか、でこれだけとか、これだけとか、でちょんちょんで次長い横画を短くすると、これはもともと若いという字ですが、まあ、こういう書き順、崩し方、省略の仕方があります。で雨冠も、回すのか点打つのか、なくしちゃうのか、いろんなパターンがあります。ここも折り返すのか、これだけですね。だからさっと書くと点のように書くのか、もうやめちゃうのか、くるっと回ってなのか、ここも折り返してなのか、いろんな省略の仕方があります。この程度だったらくるっと回すとか、点を4つにしないで2つにするとか、あるいは右をこうもう1個増やすのとかね、いろいろありますので参考にしてほしいと思います。で弦の字、先の字、光の字、兄見る、ここの部分の変化ですね。こう回すのこうするのか、跳ね上げるのか、さらにはこれも回すのか止めてあげるのか、まあいろいろなパターンがあります。でこれも、横縦横なのか、横横で縦なのか、
でこういうつなぎ方、下に、来るときに上からこうつながる、まあ、異人の意とか妻とか姿とか上から ここへつなげる、こうつなげるということをよくやります。そして心なんですけれども、大きくするのか鋭くして跳ね上げるのか、横へ行って点を飛ばすのか、いろんなパターンもあります。これもね、大きく回し広くスペースがあればいいですし、をとんがらせるのか丸くするのかでまた印象変わりますし、で上を大きく隠す大内が来た時に、まあ、潰さなきゃいけない時に横へ跳ねて返すということをしたりすることもあります。でこの示すは負のように省略することもできます。でこれは球をこう最後点を打つのか、縦行ってよこうするのか、ここも車をこう書くのか、正直にこう書くのか、これも縦書いてから進入、進入もですねこういう構成、ぐるっと回す、さらにもっと小さくする、そしてこうする、こうする、持ち上げる、編入もこうする、下げる、いろいろあります。でさらに構えもですね、切ってこう回すのか、そのままぐるっと回すのか、本構えもこうするのか、こうするのか、ここもこう反らせるのか、直線的な、で最後に省略すると本構えここだけになって、下これ聞くんですけれども、こうするだけじゃなくて、ここまで省略する形もあります。で彼得、ここを大きく回すのか、ここも小さくするのか、跳ね上げるのか、点にするのか、返すのか、で得の省略もこれだけですけれど、ここも大きく回すのか小さくするのか、いろいろあります。でこういう結び方、硬くするのか丸くするのか、大きくするとか、このまま持ち上げるとか、これさらに波三髄で、ここも大きく回すのか平らにするのか、硬くこう持ってくるのか、いろいろありますね。で今日ここまでなんですけれども、これは泣く、これは時の、行書、草書、さらに省略形ということです。この続きまた、次回やっていきます。崩し方は